最初から言うことを聞け。タコくんがオーケージャパニーズバスルコメディア Wi-Fi タイランド Wi-Fi タイランド来ました。エノさん、僕あれ持ってます。オッケー、あれをね、本体。あ、ゲームちゃん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 、ビームちゃん、ビームちゃん、かわいいでしょ。はい、ビューティフル。ビームちゃんは今、恋人いなくて独身、ほらほらこれないもん、前に上に。あ、can you プロターン、すげえ怒らしちゃう。プロターン、サイヤーマン、ダンティースない自分。これで OK ですか。で、そう Be, just be like my calm. Yes, then acid, yes.あ、OK、ね、Thank you。 でも、カンテバイソンモンチャーナイ最初、こう、大文字ですか。すごい、サービスいい、ボディカンでいいか。本当はチェックアウトが2時なんですけども、今、特別に入っていいですよって。おぉ OK。 なんかチェックしました。知り合いだったんですか。いやいやいや、あの、朝知り合ったんですよ。え、そうなんですか。うん、あ、もう LINE もゲットです。マジっすか。はいっす。やばいな。プロフェッショナルじゃないですか。はい、全部 LINE 交換 OK です。 OK です。ちょっと安い、低レベルの凄さで。今我々はタクシー乗ってます。イエイ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。マッキーがカーナビやってますね。ナビやってます。それで今どこに行くかっていうと、ムエタイのチャンピオンブアカオさんのジムに行きます。タクシー運転手さん道に迷ってます。元ムエタイの選手らしく、俺には何でも分かってるっていう感じで車を運転してここまで来ていただきました。ところが最後の最後に同じタイ人に騙され、道を今迷ってしまったのです。ドンパドンパーイ、あなた。あなた、何や、あなたって。あなたって誰ですか。あなた、まっすぐ。あなた。面白いね。いや、ボケを300円。うん、パイドンパーイ。あ、もう着きますね。まだまだまだ。もうちょい来る。あ、ポスターがあった。来た来た来た、ブラカオ。ねえ。おお、上か。うわ、なんかあいつ、ガタイすごい。着いた。あ、着いたかな。着いたよ。よかった、ブラカオさんのジムに着きましたよ。めっちゃいい。よ、よ、よくはちゃいまい。ビービー。めっちゃめちゃめちゃめちゃ。クワクワ。クワ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 。右折できない。右回れ。最初から言うことを聞け。だからお前チャンピオンになるから来た。すごいな。すげえ。おお。世界チャンピオン。高級車がめっちゃ止まってる。レンシーコンか。シーコンだか。タソンチャンピオンソンレメか。あ、没ないか。我从当地 trainer 哈。他在本台。参加を買って4人に7分半で注目しましょう。カーコくんが OK、 バイスイも教えてくれるって。やったー、すげー。 OK、 マジか。4時半に来たら教えるよって。4時半。うん、やった、教えてくれるって。すげー、いい体してる。すげえか、ほんと。うん、おぉ、4時半やった。じゃあ、どうします。ん、それは4時半まで。おぉ、すごい。ね、最初、女の人が計算機をして、はいはい、練習やるのって、でもチャンピオン教えないよって言ったわけ、はい、でもチャンピオンはなんかね、ツッケンドンだったでしょ、はい、あれね、本当はね、すげえ優しい、はい、あ、そうなの。ツッケンドンだけど、実は優しい、はい、で、最後の時に教えてやるよって、なるほど、うん、
シャイなんですかね。そう結構いい人だよ。じゃあちょっといいですね、うん、あとでちょっといろいろ教えていただこうかな、うん、はい、楽しみです。土足じゃ、ここ土足じゃまずいです。うん、これかっこいいですね。かっこいいね。かっこいいね。あ、僕赤がいいな。うわー、すげー。これいくらですか。あ、五等価2タオライか。2500バーツ。たけ、たけ。結構しますね。2500バーツ。うん、いくらですか。7500。でも、おお。すごい。T シャツが1枚ですね。400バーツ。すみません。いいね、両親ともいいな。どれにしようかな。まあ、1枚買わないと実現してもちょっと。基本は優しい人です。うん、はい、ただやっぱりこう、ピリピリしてる時もあります。はい、はい、だからその時の状況に応じて、ええ、はい、まあ、ただ中華さんはブワカオさんから何て呼ばれてるんですか。シノ。シノ、はい、結構親しい感じですね。ブワカオさんは何時までいらっしゃるんですか。まあ、部屋がそこなんで。部屋そこですか。はい、だから、まあ、ずっとここに住んでるんで、彼が、まあ、これからちょっと、まあ、ストレッチとかやるのを、はい、まあ、取り仕切った後に、はい、まあ、トレーナーは何人かいるんですけど、はい、各自分かれて、トレーナーから声かかるんで、はい、はい、まあ、指示に従って、はい、ミット持った打ったりとか、サンドバッグ打ったりとか、はい、はい、で、まあ、私は、まあ、ボクシングやるんで、ボクシングのトレーナー、声かけます、一人ずつ声かけます。はい、我々は4人はちょっとだけムエタイのトレーニング、クラミツムエタイジムというところでトレーニング基礎を教わって、ムエタイの基礎を教わってきました今日。はい、あ、でもレベルはもうどんなレベルでも大丈夫です。プロも来ますし、初心者も来ますし。はい、おお、ちょっと取りたいな、これは。すごいね。ナチュグル。Yeah, that's where guys. Where come from? ブルガリア、ブダペスト。ブダペストは、この人のこの、うわぁ、すごい、ナイスボディ、すげぇ、でかすぎる。何センチですか。200。 You stay 2メートル。ナトゥラパパノスタロイスタロイノジャパニーズマッソマッソジャパニーズマッソコメディアモメントジャパニーズマッソルコメディアコメディアイエーイ。ヨタン、どうすかこれ。これやっぱ日本と次元が違いますね。なんか雰囲気がなんか獣臭がするというか、ほんと強くなりそうですね。じゃあ今からちょっとウォーミングアップ30分間やりましょうか。はい、よし、今からウォーミングアップです。これやっぱりこれ、体重乗るんですか。そうです。これ発汗が良くなるんで、うん、発汗性が良くなるんで、タイ人の選手は練習前、試合前はこれに乗ります。これタイ独特のオイルなんですけど。なんてオイルですか。ちょっと見せてもらっていいですか。これですね。これはこれはまあここのジムでも売ってますし、はい、普通の薬局でも、どこのビッグシーとかいろいろ、まあどこでも、もう特別なものじゃないんで、結構どこでも売ってます。やってもらっていいですか。バンドしまいました。結構今日は涼しくて、32度。結構今日は涼しいです。フラミツジム一人でよかった。終わった。フラミツ会長ありがとうございます。ありがとうございます。本場ですよ、本場。何度かクラミツジムで学んだことが生きました。そう、この、ジムの、ね、グランカムジム、皆さんここまでフレンドリーです。
い人、徳永。あすごい、今日はね、このブラタオさんのジムでプレーに行きました。すごい痩せちゃった俺、2キロは落ちてるね、これ間違いなく。ガリガリ。